この日はサーファーじゃなくても知ってるケリー・スレーターのふるさと、ココアビーチ、フロリダのココアビーチに来ています。彼はここで釣り具屋さん、釣り餌屋さんの息子として育ちました。ショーンとスティーブンという2人の兄弟と一緒に育ったそうです。天然の木に囲まれて5歳で兄弟たちとサーフィンを始めて、10歳頃にはアメリカ東海岸ジュニアのイベントで優勝。1984年、12歳には全米のチャンピオンシップタイトルを獲得します。2年後にはイギリスの世界アマチュア選手権のジュニア部門で3位になってしまうんですけれども、翌年にはですね、悔しさをバネにオーストラリアでジュニア選手権世界優勝しております。1990年の18歳にはプロに転向した後、スレーターはプロツアーの最初の2年間は苦労しましたが、その年の世界ランキングで90位と43位ということでどんどん上がっていきます。1992年、20歳、20歳ですね。彼は最初の5つのイベントのうち3つでトップ3を獲得。フランスでの最初のプロツアーイベントである有名なリップカールプロを獲得。ハワイのパイプラインマスターズで彼の勝利は確実となり、世界タイトルを獲得しました。20歳で史上最年少のサーフィン世界チャンピオンになりました。その後11度も世界チャンピオンに輝いていて、最年少の20歳の記録と最年長の39歳での記録も含まれます。30年経って今年50歳になるんですけれども、未だに現役の選手で世界のトップレベルと戦っているという、すごい人ですよね。究極のアスリート25人でも特集されていて、スレーター以外にはこれに選ばれているのはモハメド・アリ、マイケル・ジョーダン、アーノルド・パーマーなどなんですね。あと ESPN マガジンでヌード写真を披露、スミソニアン、これはいいか。はい。そして2010年の11月17日、ココアビーチにケリー・スレーターの銅像が建立されます。市長が同日をケリー・スレーターの日とすることを発表したそうです。
その日はやっぱり海からの風もですね、このように強くて、まあ波のコンディションとしてはサーフィンには適したものではなかったので、私もサーフィンはしていないんですけれども、結構波がありそうな時に通わせていただきましたし、キャンピングカーで結構長いこと滞在もしてみたんですけれども、結構波ないんですね。まあ月に 2,3 回上がってでもね、ジャンクでみたいなのとか、まあロングボードしかできないようなちっちゃい波とかですね、まあすごくやっぱりバリとかハワイとかのように環境がサーフィンにすごく適して恵まれているかというとそうではないんですね。でもその分やっぱりすごくこの波を欲したんでしょうね。でサーフィンを欲して欲して、うまくなったんではないでしょうかね。恵まれていなかったから欲する気持ちが強くなって世界チャンピオンにまでなったのかもしれませんね。さっきの大通りに面した大きなサーフショップはですね、まあサーフのグッズというよりはお土産物をたくさん扱っているようなサーフショップだったんですね。でこちらのちょっとダウンタウン街の中にある小さなですね、まあサーフショップの方はやっぱりたくさんのサーフィン用のグッズが売っておりました。覗いてきましたよ。やばいです、もうスペースがない、このまま預けられないと飛行機に乗れません。どうなってんの。